はい、酒好きな俺の飲酒動画。今回は、麦とホップの贅沢初摘み、限定醸造、限定出荷、2013年収穫、チェコ産ファインアロマホップ使用、アルコール度数 5%、札幌です。まあいいや。とりあえず飲んでいきますか。麦とホップ久々に飲みますけど。先ほどグランドキリンいただきましたが、ちょっと微妙すぎたんで。違う。麦とホップ。でも、麦とホップの赤はね、買いましたね。六缶セットのやつ買ったんですけど。赤が個人的に一番うまいですね。個人的に一番美味しい。11月13、あれ今日何日だ今日11月13日じゃん。11月13日。あれ？ああ、今日の、あれか。あれ？どれが一番ビールと間違えるキャンペーン。黒と普通のやつと赤。俺多分赤にした、赤だろうなと思ったんですけど。まあいいや。今日なんか結果発表とかって書いてあるんですけど、まだ発表されてないですね。13日になったばっかだから。来たる11月13日限定発売。嘘つけ。今日なったばっかだぞ、11月13日。この贅沢初摘み限定発売だって。嘘つけ。これどこで買ったんだっけな。いや、これ普通にスーパーで売ってたから買ったんだけどね。今日か限定発売って今日鳴ったばっかりなんだけど。真夜中なんだけど。なんか先行販売でもしないのか。まあいいや。で、この贅沢初摘み。商品情報が、ほぼ全く書いてないんですけど。チェコザーツさん、ファインアロマホップ。世界が認める高級品種、チェコザーツさん、ファインアロマホップ。その初摘みを飛行機で直送。香り高く清冽。それは、贅沢な麦とホップ。楽しめるのは今だけ。なるほど。チェコザーツさん。なんだかんだ言って、あれですね。第3のビールにしては、そんなもん使ってんのかっていう。ねえ。いう感じですけどね。まあ、札幌っつったら苦くないって有名な、俺の中でですけど。あと、主には、ほら、なんか、
東北産、東北の、東北だけの麦とホップみたいなの売ってるっぽいですね。ああ。基本的に苦くないから、あんまり、札幌ビールはあんまり好きじゃないんだけど、まあ、恵比寿だけは、ね、札幌ですかね、苦くない。恵比寿は苦くないっていう、いうことではないんですけど、全然普通に苦い気がするけどね。ん？あら、麦とホップのクリーミーブラックだって。っていうやつが限定発売。するっぽいです。限定製造だって。あら、黒の、黒ではないけど、麦とホップのクリーミーブラックっていうのが出るっぽいです。よくわかんないけど。出るっぽいのか、何なのかよくわかんない。これあれかな？あ、プレゼントのあれなのか。やっぱそれだけ麦とホップがいかに売れてるかですよね。麦とホップの素材の良さ。って顔に現れる。麦とホップ確かに美味しい。私の意見はこれ、発売以来ずっとお勧めしています。うん、これ美味しい。この麦とホップの贅沢初摘み美味しい、確かに。なんかグランドキリンを飲んだ後なんで言わせてもらうんだけど、あの全然美味しい。いかにグランドキリンがまずかったかっていうのがわかるね。これを飲むと。あらと。あれこれ100円だよな。これ値段100円だよな。グランドキリン230円ぐらいしたよな。いいと。どうなって。普通に、あの、確かにビールと変わらない。香りは変わんない気がする。うん。少なくとも香りは。まあ味はちょっと薄いかなっていう感じはするんですけど。うん。香りと口当たりは非常に。あれですね。通常この麦とホップってこのチェコアロマ産、チェコ産のファインアロマホップっていうのを使ってるらしいです。一部ね。あ、なるほどね。確かに香りがすごい、なんか、すごいなと。確かに香りは全く問題ないというか、ね、
香りは全くビールと大差ないかな。まあ、ビールとっていうか、そのビールにもよるんですけどね。普通に、あのビールだけ、ビールのその、ね。香りだけこう嗅いでもらって、どっちがビールでしょうっていう、このことで言われたら、わからん。うん。口当たりも、うん。別にさっき飲んだグランドキリンと、大して変わらん。うん。まあ割と、でもやっぱりこう、コクかな？やっぱな。やっぱコクがちょっと、あれかなと、言った感じでしょうけど。うん。まあでもやっぱり麦とホップはやっぱ赤かな。黒よかやっぱ赤だね。普通のやつももうよかやっぱり黒だし、黒よか個人的には赤ですね。うん、なんとなく。っていう感じはあるね。俺の中だと。そういうのは。チェコザーツさん。まあでも、麦とホップはやっぱり、ね、金麦と、その、ついおなすはわからんけど、二強化感じですよね。第三のビール。麦とホップ。まあ個人的に炭切りも加えたいですけどね。金麦、炭切り。
そういえば、マドカマギ、マギカ、なんですけど、今度、今週の金曜か。15日か、そこら辺に、ニコニコの生放送で、ね、劇場版やるらしいですよ。うん。ガリガリ君のシチュー味とコンポーター味、どっちが美味しかったか。いや、コンポーターじゃね？シチュー味まだ食ってねえけど。いや、これコンポーターだろう。多分。ああ、やっぱりね。いや、そりゃそうだろう。シチューの味よかコンポタージュの方が、やっぱり甘いし、ね。それはしょうがないでしょ。アイスって基本的にやっぱ甘いのがあれだから。甘くないのアイスなんてあんま売れない。え？窓マギ本編におけるホムラの時間逆行は体感時間で最大80年弱。どんだけ生きてんだよ。どんだけ時間体感してんだよ。どんだけなんだよ。ホムホムはな、個人的にメガネかけた方がよかった。個人的にね。タレントのエスパー伊藤さん、総額600万円騙し取られる。これアホだよな。約2年間で総額600万円騙し取られただって。バカじゃねえよ、こいつ。どんだけなんだよ。営業はかなり盛況で、テレビ露出が少ないながらもう年に2000万ほど稼いでるって。恐ろしいな。年収2000万あったらまあ600万ぐらいいいか。600万ぐらいいいか。600万ぐらいいいんじゃね？ 2000 万だったら。窓マギキューベを装った新手の宅配テロ。なんだこれ。僕と契約して魔法少女になってる。うわ。何これ。
どういうことこれ。わけわかんねえんだけど。女子中学生2人に睡眠薬入りの紅茶を飲ませは卑猥乱暴行為をした。特に6年の懲役か。はあ、中学生。中学生には全く反応せんな。はっきり言って。不倫騒動で離婚した矢口真理さん。不倫相手とツーショットが激写される。反同棲中らしい。うん。もう結婚すればいいんじゃないの？矢口真理、デブじゃん。こいつ。男が女に対し頭ポンポンするのは NG だったと判明。慣れ慣れしい、髪の毛乱れる。それはあれだろう。ただイケだろ、これ。ただしイケメンに限る。ただしイケメンに限る。こんなんあれだろ。女子の頭は触るべからず。頭をポンポンすること好きな人からじゃないと全く効果ないどころか、慣れ慣れしいと嫌がられる可能性大。いや、好きな人だったらいいんだろ、結局。じゃあいいじゃん。別に。だいたい頭ポンポンするのなんて好きな人にしかやらんだ。いや、そりゃそうだ。嫌いな人間に頭ポンポンされて、好きなやついねえよ。そりゃそうだよ。なんも。イタリア人男性の肺にキノコがニョギニョギ。イタリア人ヘビースモーカーの男性が急激な健康悪化を感じて病院に行った。男性は咳をしてた血を吐き。男性は咳をしてた血を吐き、体重が1年で35キロも減った。男性の肺を診断した医師はそこにキノコが入っているのを発見して驚いた。どうなったの？1年で35キロって気違いじゃないのか。東徳寺で6億円当選した17歳学生がツイッターで自慢だって。こういうことをすると、やばいぞ、狙われるぞ。親戚の子供、過去小3に、総額300万円のオタクグッズ。を破壊された結果。
定価総額314万円。うわぁ。あ、よかったじゃん。慰謝料込みで400万と、いとこ親が建て替えるということで、お金に関しては一件落着。よかった。これはよかったじゃん。危ねえな、おい。危な。フィギュアが38体。プラモはカウント不能。破壊されすぎてわからない。ソファにはジュースがこぼされ、PC にもかかってキーボード死亡。サンボードも調子悪い。漫画小説も引っかぶってる上に折り目や、開き癖をつけられたのも多数。ブルーレイディスクは1枚ひびで再生不能。擦り傷多数で11枚が再生不能。さらに音飛びが20枚以上。気違いじゃないか、こいつ。これ一人でやったんだろう。これ何をしたの？再起不能はフィギュア38体、模型が限定版のみに絞って41体、ブルーレイディスク、DVD のボックスが9と、ディスク単品33枚、本が、汚損45冊。パソコン側全体、最終的にマザーボまでダメージありと、全焼。これ何をしたの、こいつ。賞賛、お前は何がしたかったのって言いたいよね。お前何がしたかったのって。てか、小3、小学3年生でしょ。小学3年生か。でも、小学3年生ってさ、それぐらいわからないかな。わかる、まだ小1とかだったら、まあわからん。でもないかもしんないけど、ここまではちょっとおかしいよね。いかにこのゆとり、小3ぐらいだったらもう、やっていいことと悪いことぐらいわかるでしょ。この、親の育て方がクソ悪かったのか、なんか知らんけど、これちょっとツイートしとこう。小3、なら、どんだけドキュンの親に育てられたらそんな、ね、こんなことになる。アホじゃない。さすがにちょっとこれはないと思うね。これはないと思うねっていうか、普通に考えて、ね、小学3年生だから許されるっていうものでもないでしょ。さすがに。これはひどいな。
これなんて読むの？これ、いとこの最重兄兄弟。最重兄弟。これなんて読むの？これ。最いとこ。はとこか。またいとこだって知らねえ。なんだよ、またいとこって。どういう状態なのかわかんないんだけど。まず。はとことかわかんねえんだけど、俺。いとこならまあわからんでもないけど。何はとことか、またいとことかわけわからないんだけど。で、誰なんだ？あれのしつけができてないばっかりに申し訳ないと本当に何回も頭を下げてきて、何かこっちが申し訳ない気がしてきたけど請求。慰謝料込みで400万を、こいつの親が立て替えるということでお金に関しては一件落着。甘やかすばっかりでしつけというしつけをしてこない、してないことが発覚。やっぱりな。そりゃそうだよ。こんな外吉の、だってフィギュア38体の模型も41体。ブルーレイディスクの DVD ボックスが9つと、ディスク33枚でしょ。本45冊。パソコン。何を考えてんの？何を考えたらこんな気違いの子供になるんだ。どういうしつけをしたらそれ、こういう気違いのやつになるんだ。小学3年生だぜ。これはちょっと考えられないね。さすがに。うん。小学3年生だろ。だから、いかにこの小学3年生っていう、その、ね。同じ小学3年生でも、やっぱりしつけがしてないとこういうことになる。っていうことでしょうかね。多分ね。いかにこう、しつけをされてないと、人のものをぶち壊しまくって、ねえ。なんか楽しいのかね、こんな、ぶち壊してね。わかんないんだけど。さすがにこれはちょっと、ねえ。もう完全にこれおかしいよね。うん、まだね、この旦那が、旦那と両親が、まともな人だったから、まだいいけども。これマジで、相手もドキュンのクソ野郎だったら、これ、請求も難しいよね。もう完全にもう、犯罪になって、もう、内輪もめだけだよ、もう、ねえ、ならずに、もう、警察呼んで、みたいな。ねえ。恐ろしいな、こいつ。
しいわ。だってさ、壊して、ね、その壊したの、プレミア価格とかあるらしいから、プレミア価格とセール割引を計算に入れたら、だいたい400超えるのは黙ってたけどって、この人言ってるけど。ね。400万ポイって渡されて、まあ確かにこうお金だけとかいう問題ではないでしょうね。物が壊されたから、その物のお金だけ返却されました。はい、解決ではないでしょう。当然、ね。それを、いろいろほら、飾ってたり、ね。で、さらに、プラモの場合、制作する、そのね、作らなきゃいけないわけでしょ。で、作ったその、かかった時間もかかるわけだし、ね。塗装とかも当然かかるわけでしょ。塗装とかね。これはひどいですよ。塗装とか時間、やっぱ、基本あれですね。時間を返せってことですよね。ほとんど。プラモなんてお前、一体作ってね、塗装とかしてさ、全部こう、やって飾るみたいな、なわけでしょ。どんだけ時間かけてると思ってんだよって。いうことですよね。さすがに。ね、まあ、パソコンもおかしいよな。パソコンも完全にデータとかもね、かかるだろうし。まあ、ブルーレイとかそういうのはまあ問題ないとしてもさ。ね。プラモに関してとパソコンに関してはちょっと、データ量とか全部返せって言いたいんだ。さすがにね。だから、通常400万でだけど、これは、慰謝料込みで400万って書いてるけどさ、いや、慰謝料込まないで、まあ、とりあえず400万よこして、慰謝料込んで、あの、プラス200万ぐらいして、600万ぐらいで俺、請求するか、もしくはもう警察呼んで、完全に裁判沙汰にして、ねえ、やるか。ね。だって、そもそも鍵をかけていったわけでしょ。まずそこだよね。部屋には鍵もかけてたんだけど、破壊されて、部屋に侵入ですよ。気違いの領域ですよね。これはさすがに。もう、どうしようもないでしょ。だって、その、防衛のために鍵をかけといたのに、それも鍵を破壊されて、部屋にわざわざ侵入し、ね。もう、至るものぶっ壊しまくり、みたいな。外吉の、極みですね。腹が立ってくる。そいつをぶち殺してでも、奪い取りたいね。まず。俺だったら。俺だったらその小3の人間をぶち殺すかもしれない。うん。ぶち殺してもまあ、問題ないぐらいな。ねえ。まあ当然、あれだわな。まず俺だったらもう裁判沙汰だな、これな。裁判だね。警察呼んで、うん、って感じかな。
はい、麦とホップ4つ星。長くなりました。うん、まあ、ね。関係ないけどね、まあいろいろ。やっぱり、しつけっていうのは大事だなと。小学3年生にもなってそこまでする人間もいないですよ。さすがに。人のものを故意に壊すっていうのをね、多分、そのクソ親が教えてなかったんでしょうね。うん、そう育ってしまったらもう、いかに小3でもクソだと。それでご視聴ありがとうございました。